ボイチェフ・ヒナイスはチェコの画家である。ウィーンでチェコ出身の仕立て屋の息子に生まれた。チェコ出身に誇りを持つ父親からチェコ語の教育を受けた。貧しかったので子供たちに絵を教えて学習を稼いだ1870年16歳でウィーン美術アカデミーに入学しカール・ビュルツィンガー、アウグスト・アイゼンメンガーに学んだ。 アカデミーのイタリア奨学金を獲得して1875年から1876年までローマに滞在し、ローマではルネサンスの巨匠の作品を模写して修行した。1878年にパリに移り、パリ国立高等美術学校でジャン・レオン・ジェロー村に学んだ。フランスで結婚した後、家族を養うために商業美術の仕事やセーブルの陶器のデザインもした。 パリで活動する間も、チェコの芸術家やパトロンと付き合った、1886年に、プラハに移った。プラハでは、ヒナイスは当初、プラハの国民劇場などの公共施設の装飾画家として有名になり、ウィーンのバーグシアターの天井画も描いた。1894年に、有力な建築家、ヨセフ・ハラーフカの推薦で、プラハ芸術アカデミーの教授になり、 その仕事を亡くなるまで続けた。1925年に70歳で死去した。作品の多くはプラハ国立美術館に収蔵されている。ありがとうございます。